今日は武器の驚くべき裏設定について紹介していくぞ。武器の裏設定？そうだ。思えばキャラとかクリーチャーに関する裏設定なんかはよく紹介していたような気がするが、武器に関してはあまり紹介していなかったような気がするからな。確かに、言われてみればそうね。私も武器の裏設定って言われると、すぐには思いつかないわ。ジルみたいに武器の裏設定について思いつかない人も多いだろうから、今回の動画は見応えがあるんじゃないかな。最後まで見てくれると嬉しいわね。それじゃあ、ゆっくりしていってねまず最初に紹介する第10位は、アルバート・ウェスカーシステムユニットだ。早速聞いたことがない言葉が聞こえてきたわ。アルバート・ウェスカーシステムユニットというのは、簡単に言ってしまえば奴がカスタムしたサムライエッジのカスタム部分と同じ内容のユニットのことだ。奴はサムライエッジをカスタムした際には、自分だけ設計図面の段階から制作に関わっていて、フレームをジュラルミン製に変えたり、アンダーレールを取り付けることで、レーザーサイトやサプレッサーなどの拡張パーツを装着することに重点を置いたカスタムを施していたんだ。当時のやつはこそこそ裏で暗躍していたからね。隠密行動をやりやすくするためにそのような改造を行っていたのでしょう。やつが死に、時が流れてブルーアンブレラがやつが残した対 BOW の研究成果をもとにサムライエッジアルバートウェスカーモデル01を開発したんだが、これはやつモデルのサムライエッジを基準に独自の改良が施されているんだ。やつモデルのサムライエッジをベースにしつつ、フラッシュライトとレーザーポインターが一体となったライトアダプターモジュール、サイレンサー取り付け用のネジが切られたマズルガードと一体となった、アンダーマウントレール付きレールスタビライザーといった感じだな。以上の仕様をまとめて、アルバート・ウェスカーシステムユニットと呼んでいるんだ。そんな風にカスタムされていたなんて知らなかったわ。ちなみに俺が使っていたサムライエッジアルバート・ウェスカーモデル01はプロトタイプで、他のブルーアンブレラ隊員たちが使っているのは、体環境塗装仕上げとして、スライドとフレームはブラック一色となっているといった細かい違いがあるぞ。また、サムライエッジアルバート・ウェスカーモデル01は、昔は東京マルイで販売されていたが、今は生産が終了しているらしいな。ファン実験の内容だったから、銃好きな人には新品で手に入らないのが惜しいわね。次に紹介する第9位は、バリーのリボルバーだ。バリーといえばマグナムよね、これにも隠された設定があるの？バリーって洋館事件以降音沙汰なかっただろ？そうね。私をヘリで迎えに来てくれたけど、なかったことにされちゃったし。そんなバリーが操作キャラとして復活したのが、バイオ5のザ・マーセナリーズ・リユニオンだ。あの時のバリーはサムライエッジにドラグノフ、マグナムといった強力な武器に体術も強かったから使いやすかったわ。ドラグノフは開始早々に捨てられるかわいそうな武器だけどな。バリーの体術の中でもマグナムは印象的だよな。寝ている敵に対して胸のホルスターにあるマグナムを取り出して、アイハブディスでしょ。かっこいいわよねー。あのコルトパイソン。あれパイソン風だけど、モデルは S&W の M500 だぞ。嘘でしょ？ほんとだ。まあバリーの服装がスターズだし、洋館事件の時のマグナムがコルトパイソンだから勘違いしやすいけどな。あとはリベレーションズ2でバリーが使うマグナム、MG パイソンもパイソン風だけど、モデルは S&WM500 だな。これもマーセナリーズの体術で使うマグナムと同じだな。知らなかったわ。次に紹介する第8位は、アンブレラさんびっくり兵器だ。アンブレラの兵器開発部門って結構多くの武器を作っているよね。俺が知っているものだと、各種火炎放射器、スパークショット、マインスロアー、グレランに使うマインスロアー弾、フィンガー、二電粒子ライフルかな。リニアランチャーは開発したのがアンブレラなのか、それともアシフォード家なのかよくわからないから、外して考えた方が確実だな。思っていたより多かったわ。スパークショットは実験動物撃退用高電圧銃で、フィンガーは新型 BOW の暴走に備えた制圧用兵器なんだよな。同じ電気を使う武器なんだし、フィンガーほどじゃないにしろ、スパークショットはフィンガーを参考にして作ればよかったのにね。特によくわからないのが、二電粒子ライフルだ。ガンサバイバー4で使うあれね。二電粒子ライフルは、Tウイルスによるバイオハザードを想定して開発された武器なんだが、ウイルス開発者が遺伝子操作、そして分子分解させる際に使用していた粒子加速器を元に開発されたものなんだ。要はビームライフルってこと？雑に表現するとそうなんだが、あるフリー百科事典によると、大気圏内で荷電粒子が直進するには、最低でも 10GW の出力が必要らしい。なのに、人が持ち運べる程度のバッテリーで運用できてるし、両手で抱えられるくらいには小型だからな。科学に詳しい人からしたらもやもやポイントだろうな。ゲーム特有の細かいことは気にしちゃダメよ。ってやつね。次に紹介する第7位は、ハンドガンディーだ。なんだっけそれ？
ガンサバイバーでは4種類のハンドガンを使うことができるんだ。アークが最初に持っているハンドガンがハンドガン A で、病院で拾えるのがハンドガン B、ゲームセンターで拾えるのがハンドガン C、図書館で拾えるのがハンドガン D だな。いわゆる旧作にあたる作品で、複数種類のハンドガンが使えるのは珍しいわね。ジルもそう思うか？なお、それぞれのモデルはハンドガン A がグロップ17、ハンドガン B は CZ75、ハンドガン C がベレッタ M8000 クーガーで、ハンドガン D が14年式拳銃、通称南部14年式拳銃だな。バイオで日本の銃が出てくるなんて珍しいんじゃない？そうだな。俺が知っている限りだと、このハンドガン D こと南部14年式拳銃だけじゃないかな。ところでジル、バイオに出てくるハンドガンの弾は何を使用しているか知っているか？確か、9ミリパラベラム弾でしょ？そうだ。ガンサバイバーに出てくるハンドガン A、B、C は9ミリパラベラム弾を使用できるが、ハンドガン D は使うことができないんだ。南部14年式拳銃は8ミリ南部弾なのね。独特だわ。だから本来は9ミリパラベラム弾を使うことができないんだが、ハンドガン D は南部14年式拳銃のカスタム品が使われているんだ。なるほど。日本人の摩訶不思議パワーで改造されているから、9ミリパラベラム弾を使うことができるようになっているって帳尻を合わせているのね。次に紹介する第6位は、グレネードランチャー MGL だ。このグレネードランチャーは私が使っていた RE3 のグレランよ。このグレランはガンショップケントの製品で、ケント独自のカスタマイズを施しているから、榴弾、焼夷弾、硫酸弾といった複数の弾に対応しているのが特徴的ね。マインスロアー弾ってアンブレラが開発した新型弾なんだけど、よく対応できたわね。ケントの中に流れる東洋の血が騒いだ結果じゃないか？ゴリスは日本人を何だと思っているのかしら。ともかく私が拾ったグレランはハンターガンマが暴走した時用に備えて用意されていたものなんだけど、アンブレラ研究員が決して新品じゃなくてリユース品を購入したから、価格が破格な代わりに連射機構が機能していないのよね。そのせいで私が使っていた時は一発ずつ撃つたびにシリンダーを回転させていたけど、本来はその必要がなくポンポン連射できるのよ。確かに俺がバイオ5で使っていた時はポンポン撃ててたな。不便ったらあやしないわよ、あれは。私もバイオ5でグレランを手動回転させる必要がなくなった時は感動したものだわ。とは言っても、バイオ5でジルがグレランを使うことはないけどな。次に紹介する第5位は、マグナムリボルバーだな。今回のマグナムリボルバーはバイオハザードリメイクのものよ。リメイク版ではマグナムが2種類あって、一つは普通のマグナムリボルバーで、もう一つはバリーの44マグナムだな。どっちも強力な武器だけど、特にバリーの44マグナムはどんなクリーチャーでも一撃で倒せる、バイオの歴史上で見ても強力な武器よ。代わりに予備弾薬がないから、装填されている6発を打ち切ると使えなくなるし、この武器を入手するということは、ベストエンドにたどり着けないことを意味することになるんだ。この予備弾薬がないという点は、マグナムリボルバーのモデルになったコルトパイソンが、357マグナム弾を使っているからだな。それに対してバリーの44マグナムは、44マグナム弾という強力な弾薬を使うのよ。バレルにそれぞれマグナムリボルバーには、シルバーシーペントと、357マグナムが刻印されていて、バリーの44マグナムにはバレルにシルバーシーペントと、44マグナムの刻印がされていることからも、このことは確実だろうな。ステージ各所で拾うマグナム弾は357マグナム弾だから、バリーの44マグナムには予備弾薬がないってことになるのよね。こんな風になったのは強力なバリーの44マグナムを制限する目的があったんだろうが、あることを知っていると面白い想像ができるようになる。初代バイオハザードでもコルトパイソンを使うことができるんだが、制作当初はコルトキングコブラ、キングコブラでも44マグナム弾を使用するアナコンダモデルを使う予定だった。しかしアナコンダモデルの知名度が低かったから、パイソンに設定が変更されたということがあったんだ。この設定がリメイク版で反映されていたとしたら面白いわね。デザイン的にもアナコンダモデルはコルトパイソンに似ているし。次に紹介する第4位は、M1851 ウルフスベインだ。今度はビレッジに登場したマグナムね。ウルフスベインはモローが隠していたマグナムリボルバーで、E3 にとっては貴重な攻撃力の武器になっているな。解説には、マグナム弾を使用する改造リボルバー銃と書いてあるけど、これはモデルになった銃のコルト M1851 が本来36口径、あるいは44口径しかないのに対して、ウルフスベインが50口径のマグナム弾を使うことに対してだと思うわ。他にもウルフスベインにはユニークな特徴があって、弾丸は伝説の人狼ですら葬ると言われる、という説明がされている通り、雷管のような狼系の敵に対してダメージが変わるんだ。具体的な数字は不明だが、海外の検証によると2倍のダメージが出ているらしい。ということはウルフスベインの最大威力が2900だから、特攻対象には5800も威力が出ているのね。そういうことになるな。威力だけで見ればステークを上回る結果になっている。加えてこの特攻が入る対象が意外と緩いのか。
ゾルダートのような明らかに狼要素がなさそうなクリーチャーにも攻撃力が出ているっぽいんだよな。正直なところ、どのクリーチャーに特攻が乗るかわからないところがあるな。いずれにせよ、威力やロマンを求めるならウルフスベイン、使い勝手の良さで選ぶならステークを選ぶって感じかしら。それでいいと思うぞ。実際ステーク一丁あればゲーム自体は簡単にクリアできるしな。いよいよトップ3だな。第3位はパラケルススの魔剣についてだ。パラケルススの魔剣はバイオ3に登場した合衆国産のびっくり兵器だな。技術大佐のフランクリンハート曰く、レールキャノンの威力は申し分ないが、問題点も多いので注意してほしいと、早い実戦投入を危惧していたわね。実際起動させるにはでかいバッテリーが3つ必要になるし、レールキャノンを発射するまでには大きなため時間がかかる。何より固定砲台だから敵に当てるのが難しいよな。バイオ3の時は、たまたまパラケルススの魔剣の射線上にスーパータイラントの死骸があったから、それを食べて気合を貯めていたネメシス第3形態に命中させることができたのよね。そんな使い勝手が悪いパラケルススの魔剣だが、ラクーン事件の際に米軍特殊部隊のスペック OPS と一緒に実戦投入されたんだ。ジルは当時町から脱出することに集中していたから知らないと思うけど、アングレラの顧客にはもちろん合衆国が含まれていたというか大口の取引先だったんだが、事件のどさくさに紛れて G ウイルスを回収しようと目論んでいたんだ。それを阻止しようとアングレラ側は T103 型のタイラントを5体投入して、スペック OPS が G ウイルスを脱出することを阻止しようとして壮絶な相打ちになっていたんだ。だからあの廃工場にタイラントの死体や特殊隊員の死体が転がっているのね。そういうことだ。ちなみにバイオ2でレオンがヘリから空中に投下されるタイラントを目撃しているだろ？あの時ヘリには6体のタイラントが空輸されていて、1体は G ウイルスの回収を目的にレオンやクレアたちの前に現れる個体で、残りの5体が対スペック OPS 戦に駆り出されていたわけだな。このスペック OPS 対タイラント軍団による一連の戦いは、オペレーションラクーンシティでも再現されていて、スペック OPS 内の精鋭チーム、エコー6が廃工場内でタイラント軍団ウィズゾンビ集団と戦うんだ。タイラントを一体倒すと電磁誘導砲、パラケルススの魔剣が投下されてタイラントたちを攻撃し始めるんだよな。条件はよくわからないけど、パラケルススの魔剣をタイラントに命中させると、一撃でスーパータイラントに変異させることができるし、場合によってはスーパー化させる前に倒すこともあるのよね。この時のパラケルススの魔剣って、私が使ってたやつよりスリムになったと思わない？PS1 と PS3 で表現が変わったからだろうな。ジルもポリゴンジルと HD ジルじゃ、美人っぷりが段違いだしな。まったくもう、褒めても何も出ないわよ。次に紹介する第2位は、2つのサムライエッジだ。サムライエッジはみんなも知っている通り、俺たちスターズの正式採用銃なんだが、スターズ製のサムライエッジ以外にもあることを知っている人は少ないだろうな。そうね。サムライエッジってスターズのイメージが強すぎるせいで忘れがちだけど、BSAA スタイルのサムライエッジがあるのよ。欧州本部に所属するクエントによって作られたサムライエッジの後継機だな。スターズ自体は壊滅したけど、性能の高さは後年も注目されていて、対バイオテロ部隊として発足した BSAA にて後継銃が製作されたのよね。もともとサムライエッジはベレッタ M92 の FS モデルをカスタムしたものだったけど、後継機では、ベレッタ M92 の MQA1 モデルをカスタムしたものになっていて、アンダーマウントレイルが追加したことでフラッシュライトなどの装着も可能となっているの。ちなみに RE3 のサムライエッジはスターズ仕様。RE2 のサムライエッジジルモデルは、BSAA 仕様といった細かい違いがあるわ。バリーバートンモデルバージョン2は、バリーがジルを介してクエントに依頼して製作された後継銃だ。バリー自身が老朽に入って銃の制御が厳しくなってきたことを考慮して、初代バリーモデルとは違って、威力より制御性を重視する設計にしてある。使用弾薬を 40S&W 弾から 9mm パラベラム弾に変更し、威力低下をロングマガジンによる装弾数増加で補うようにしてある他に、対腐食電解コーティング、左右非対称のコンバットサイトや、ハイブリッドカスタムグリップ、スタビライザーは軽量化を図って溝が掘られ、グリップはフィンガーチャンネルの入ったワンピースタイプに、コンペンセーターも左右に2つポートが開いたサイド4タイプとなっているんだ。何度もクエントと議論や試作を重ねてできたサムライエッジをバリーが試写した時、これが、俺の求めていたサムライエッジだと絶賛したほどの一品に仕上がっているぞ。細かいカスタム仕様はガンマニアだけ覚えていればいいと思うが、とりあえずサムライエッジには2種類あることだけは覚えてくれよな。ねえ、ゴリス。どうしたジル？よくよく考えたら最初に紹介したブルーアンブレラ仕様のサムライエッジを足すと、3種類になるんじゃないかしら？サムライエッジには3種類あることだけは覚えてくれよな。最後に紹介する武器の裏設定第1位は、マチルダの由来だ。マチルダってレオンのハンドガンだっけ？そうだな。レオンがよく使っているハンドガンは、H&KVP70 をモデルにしていて、
レオン初登場のバイオ2の他に、RE2、バイオ4、バイオ6で使っていたな。特に RE2 とバイオ4ではマチルダという名前が付けられていたから、レオンの愛獣はマチルダという印象を持っている人もいるでしょうね。このマチルダという名前の由来は諸説あるが、レオンという映画が元になっているのではないかというものがあるな。この映画はニューヨークを舞台に、孤独な殺し屋と麻薬密売組織に家族を殺された少女の交友と復讐の戦いを描いている、というものだが、この映画の主人公がレオンで、ヒロインがマチルダという名前なんだ。レオンという映画の主要人物から取られたという説ね。そうだな。映画のヒロインマチルダも意志が強い女性で、まるでレオンが相手する女性たちと似ている部分がある。他にも H&KVP70 は操作性が悪く、アメリカ軍正式拳銃トライアルにも参加した時は、5発に1回ジャムることがあった影響なのか、市場にあまり出回っていない銃なんだ。このことから銃にしろ、女にしろ、手がかかる存在というのがレオンの趣味なんだろうな。よし、今回はここまでだ。バイオハザードに登場する武器の裏設定を紹介してきたが、他にも武器の裏設定で知っているものがあれば、ぜひコメント欄に残してくれ。というわけで、この動画が参考になった、または面白かったという方は、ぜひ高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただき、ありがとうございました。次の動画でまたお会いしましょう。それじゃあ、またねー。